はい、どうも、さんこっちでございます。夜の散歩をしております。まずはですね、先週末ですね、358、ポタリング参加いただきまして、ありがとうございました。ですね、僕はちょっと足、お尻のですね、調子が良くないということで、少ししか皆さんとお会いできなかったんですけれども、十分に楽しい時間を過ごせたかなというふうに思っております。現在ですね、ちょっとお尻を手術をいたしまして、前回同様のノリで、やったのはいいんですけれども、ちょっと尋常ならざる痛みがですね、今現在もですね、手術から1週間ほど経つんですが、教えております。ちょうど今薬をロキソニンって言われる鎮痛剤と、あとボルタレンって呼ばれるこれも鎮痛剤と、2つ同時飲みで、なおかつ痛みが引かないということで、ちょっとした散歩が効くなということで、今こういう深夜のですね、ここのこれ国宮神社っていうね、大きい神社なんですけども、ここの周りを散歩をしております。いやー、もうこの機会なんでね、いろいろ長々といろんなこと喋ってみたいと思うんですけど、そうですね、まず何か行こうかな。まずね、健康の話からいきましょうか。まあ、いろんなね、何十年とかこう年輪を重ねてくると、いろんなパーツにね、ガタが来ることもあるんですよね。で、まあ、きっかけは何にしろ、まあ、いずれはね、直した方がいいところがやはり多くて、僕のお尻にしろ、まだね、いろいろあるんですけども、足にしろ、まあ、僕の場合、交通事故がきっかけということで、まあ、直し始めてるんですけれども、皆さんもね、体調のね、優れない、体調というよりも、その体のね、優れないパーツをお持ちでしたら、ぜひともね、直すことをお勧めします。その、健康に良くない、もの、例えば、タバコとかですね、ちょっとその前に、これがですね、国の重要文化財の、国宮神社の楼門です。はい、というところで先の話に戻って、やっぱりね、体に良くないって言われてる、特にタバコですよね。やっぱりやめにくいにはそれなりの理由があって、ただしね、そのタバコをやめるきっかけというか術を知ってると、その他のねことはね、大抵結構簡単にやめれるんじゃないかなというふうに、これは僕自身の経験から、思っております。というのも、そのタバコをやめた、そういう方法で僕は今お酒をもうやめてしまいまして、かれこれもう1ヶ月ですかね。で、そのうち、このお尻のね、手術をする前に血液検査が一応あったんですけれども、まあ、数値もね、とんでもない数値から一気に戻ってましたし、また今週、来週、大きい病院で、まあ、足の方も含めて検査があるんですけれども、その時もまた同じようにね、血液検査、今度もっと詳しいやつをやる予定でおります。多分その時もね、数値的にはそんなに悪い数字は出ないんじゃないかなというふうに思っております。また僕ダイエットをやっております。タバコをやめるのとダイエット、これを同時にやるのは僕は不可能だと思うんです。まず無理です。何せね、タバコは麻薬ですし、それとね、体をセーブするのを同時にやるっていうのは、まあ無理です。そんなことができる人間は多分この世にそう数えるほどしかいないと思います。修行僧の人とか、
むしろ修行僧の人は多分タバコなんか吸わないですよね。というところのね、そういう禁煙とダイエットの組み合わせは無理としても、禁酒とダイエットは結構並行してできるっていうことに僕は気がつきまして、その無理して飲まないっていうのを無理して食べないというふうに並行的にこう考えて、現在進行しております。と顔見てもあんま分かんないかも分かんないですけど、つい1ヶ月前ぐらいの動画の僕からは、つい1ヶ月前プラスオートトレンド、サイクルトレンド、あの時の動画の僕よりは、今現在5、6キロ体重が落ちたのかな。まあ、まだまだベスト体重には程遠いんですけれども、まあ、5、6キロ落としてこのままこのペースで、自転車の話をねちょっとしたいと思いますね。自転車、趣味としての自転車を始めてだいたい半年ぐらい経ちましたか。まあお尻のねいろんなこともあったりして、まともに乗れてる時期はそんなにまだまだ多くはないんですけれども、楽しい趣味の一つとして、やっております。特に大きく変わった点としては、人が乗ってる自転車が気になり始めたのと、あとサイクルスポーツっていう雑誌、サイクルトレンドでおなじみのあの雑誌を買うようになったのと、そうですね、まあ、自転車屋さんへ行って自転車をまじまじと見るようになったことと、あとこうして YouTube でねいろんなことをアップロードを始めたことですかね。これは僕の大きく変わった点かなと。何かを発信するっていうね方に回ると、もっともっと知識が加速するんじゃないかなと思ったんですけども、その通りで、まあ、低評価たくさんいただいている動画もあるんですが、まあ、僕自身結構楽しくやっております。で、一応今僕が乗ってる自転車がですね、ウィリエールっていう会社のイゾアルっていうね、少し前のタイプの自転車に乗ってるんですけれども、まあこういうロードバイクに加えてもう一台何かちょっと欲しいなっていう自分がいたり、そう、有名な YouTuber さんのケンタさんとかですね、あと昨日おとついか、そのオフ会の時に話にちょっと出た PM さんとかが乗ってらっしゃるような自転車に興味があったり、よし、ちょっと一旦ここで U ターンですね。今は畑、こんな感じで畑が広がってます。そう、そういう自転車に興味があったり、特に健太さんはもう本当にねいろんな情報をいち早く先にねやってくれるというか、先に鮮度の高い刺激をいただけるっていう部分では本当に感謝しております。だから何が欲しいかっていうと、シクロクロスなのかピストなのかっていうところですよね。ピストに関してはもう一旦調べて、僕が今お世話になってるというかちょいちょい使わせてもらってるニコ製作所っていうですね自転車屋さんがあるんですが、ここでいくつか見せてもらいまして、ピストバイク、そのスキッドっていうんですかね、タイヤが動かないような状態でこうドリフトみたいにするような、こういうやり方とかですね、そういうのも聞くぐらいの感じではあります。なので、まあ、今年2016年中に、まあ、今の自転車に加えてもう一台楽しい何かがもし入るようであれば、皆さんにまたね
新しい何かを届けられるかなというふうに考えている次第でございます。まあ、自転車業界にはあまり僕はそこまで詳しくないんですが、ね、新技術っていうのが、まあ、どんな業界にしてもそうですけど、新しいのがどんどん出てきてそれにつられてどんどん他の技術もね進歩してって、日進月歩をそのままに僕らはその恩恵をどんどん受けて楽しい自転車ライフを送れると、まあ一石二鳥三鳥四鳥という形ですよね。そしてあとはそうですね、今後の僕の活動方針についてはですね、まあちょろちょろっと最後のお話に、したいと思います。今ですね、僕自身が、まあ、少ないながらもですね、神宮自転車クラブという名前の、まあ、活動グループを少し作りまして、そこでですね、こう昼の練習だったり夜の練習だったり、まあ、仕事の合間を縫ったり、学校の副業の合間を縫ったりして、いろんな活動をできたらいいなっていう、その枠組みとして神宮自転車クラブというのを作ってみました。これはですね、ジモティっていうサイトがあるんですけれども、ここでですね、まあ、あの公表もしている状態で、随時ですねメンバーを募集させてもらっております。とはいうものの、そんなにがっつりしたグループではなくて、流動的な集まりみたいなもんですよね。自転車好きがいろいろ集まってきて何か語れるような、そういうグループがあればいいなっていうこと で、よくよくあんまりね、そんなに鮮度の高いグループが多いわけじゃないというのも気がついて、まあ、新しくね何かできたらいいなっていうグループが、その稲沢神宮自転車クラブという風になっております。プラスこの YouTube を使って、まあ、見てくださる皆さんはね、僕の友達だったり仲間だと思ってますんで、そのね仲間の皆さんと一緒にね、この間みたいな、まあ、少数だったんですけども、最初としてはねもう全然成功だと思ってます。一つ問題があったとしたら、僕が自転車に乗れなかったぐらいで、まあ、そういうね集まりをどんどんこれからもね、平日休日問わずですねできたらなと。で、新しい技術だったり新しい、パーツだったりをみんなでね、あれこれあやこや言ったり、テクニックを学んだり、そういうね、仕組みができたら楽しいんじゃないかなというふうに思っております。いやー、最初ね、お尻が痛いっすよ。お尻が痛い。まあ、そんな感じで、神宮自転車クラブ兼、このね、358TV、まあ、並行にできればなと。で、もしこのね、初めてこういう僕の動画を見てくれた皆さんもね、まあ、見てくれるね、これがきっかけでお友達になれればなというふうに思ってますし、まあ、気軽にコメントいただけたらなというふうに僕は思っております。楽しい動画なんかっていうのは、僕が言うのも変な話ですけど、後からついてくるというか、技術もないですし、ね、その辺の勉強はしないといけないですけれどもね、みんなで作ってみんなで楽しくやれればなというふうに僕自身は考えております。そんな感じで、今ちょっと夜のもう10時を軽く回ってるんですけれども、お尻の痛みが全く抜けずにですね、ちょっと散歩をしている358でございました。それではまた皆さんにお会いしましょう。それでは。